こんにちは、スノノモケマナです。今回は100均で売られている水彩絵の具で最高級水彩紙に描いたらどうなるか検証をしてみました。僕は普段はプロの画家として活動しています。水彩は受験時代からたくさん描いており、東京藝術大学の実技試験にて倍率27倍の中合格した実績があります。この動画では100均の水彩絵の具がちゃんと使えるかどうかを検証するために、あえて最高級水彩紙に描くことで水彩表現を最大限に引き出しました。これから100均の水彩絵の具を使ってみたいと考えている方の参考になればと思います。今回使用する絵の具はこちらになります。ダイソーで売られている水彩絵の具で12色入り税込み110円です。絵の具の種類も豊富で量もそこそこ入っており、四つ切り画用紙1枚に絵を描くだけの量はあるかと思います。そもそも水彩絵の具とは、色の粉である顔料をアラビアゴムという天然の接着剤で練り合わせたものになります。絵の具の値段を左右するのは顔料です。純度が高かったり貴重な鉱物が取れる顔料は高価になります。これとは逆に、コストダウンのために炭酸カルシウムなどに染料で色をつけたものは冷気顔料といって、高価な顔料の代わりとして使われています。絵の具の名前に冷気という名称がついているものはこの冷気顔料が使われています。おそらく100均の絵の具はこの冷気顔料が多く使われているのではないかと思います。使用する紙はある種水彩紙になります。世界堂で中盤10枚 13,860円でした。1枚1386円になります。こちらは高級水彩紙として有名で、手すきに近い製法で作られており、風合いがとても良いです。水をよく吸うので湿らせて絵の具のにじみを使った水彩表現ができます。今回はこちらの紙を使ってバラを描いてみたいと思います。それではやっていきましょう。まず水彩紙に下書きを転写して絵の具で塗り分けていきます。水彩絵の具は一度暗い色を塗ってしまうと上から明るい色が発色しづらいため、一度に暗い色を置かずに少しずつ暗くしながら色を重ねていきます。このダイソーの絵の具は初めて使いましたが、ホルベインなどのプロ用の水彩絵の具と比べてやや色が薄めて、濃い色がなかなか作りづらかったです。そのため何度も重ねながら徐々に色が発色していく感じでした。このバラの絵は斜め左上から光が差し込んでいる設定になりますので、明るいところと暗いところの対比を作るために左側のバラの葉は黄色緑系統で塗っていき、右側の葉は青系統で塗っています。バラなどの赤い花を塗る時のコツですが、気持ち明るい色を使用することです。赤い花はみんな赤い絵の具で塗ってしまいがちですが、紙の上では色の発色が落ちるため思ったよりも暗く重たい印象になってしまいます。そのため赤いバラの場合はワントーン明るい色で描くことで絵の中で自然な印象になります。この絵では黄色とオレンジ色をベースに描いていき、バラの花びらが重なって奥が暗くなっているところなど花の影の部分だけ赤色を少し使っています。
全体に手が入ったところでグレーズを行います。グレーズとは全体に薄く色を重ねて色調に統一感を与える絵画技法になります。グレーズをするところにあらかじめ平筆で水を引いて絵の具を水で多めに溶いて色を置いていきます。絵の中で色を泳がせるように重ねていくと良いです。グレーズした絵の具が乾燥したら上から描き込んでいきます。こちらの100均の水彩絵の具ではグレーズが乾くと表面がザラッとしており、全体的に白っぽく発色が落ちてマットな印象になりました。プロ用の水彩絵の具でグレーズをした時には見られないため、これは意外な結果でした。おそらくダイソーの絵の具は冷気顔料が使われているため、炭酸カルシウムまたはタルクなどが表面に浮き上がってきたものと思われます。とりあえず筆を2本持って1本は水を引きながら、もう1本でバラの花びらを描き込んでいきます。全体を仕上げていき完成です。この後は絵の具の評価と感想を発表します。100均水彩絵の具の評価はこちらになります。個人的には値段の割には全然使えるといった印象でした。プロ用の水彩絵の具に比べてやや色が薄いため、何度も重ねながら色味を強くしていく必要がありますが、慣れればそれほど違和感がなくなってきました。ただグレーズを行った後にプロ用に比べて全体の発色が落ちてマットになってしまったのには驚きました。冷気顔料は染料が使われているため、長時間太陽光にさらすと退色してしまうデメリットがあります。そのため屋外などのポスターにはこの絵の具は向いてないかもしれません。ただ色数も豊富で、たった110円で水彩を楽しむことができるので、これから水彩を始めてみたいという人にはおすすめできるものと思います。もしこの動画を見てわからないことがありましたら、コメントをしていただけると助かります。この動画が面白かったなと、良かったなと思ってくれた方は、チャンネル登録並びに高評価をしていただけると嬉しいです。これからも皆さんのお役に立てる動画を上げていきますので、よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。